小泉一夫の小井ちゃんというわけで、はい200万小井チャンズの皆さん、小泉一夫でございます。小泉一夫トークチャンネル小井ちゃんで今日はね2本目の収録いきたいと思います。でねあの議会報告会がね。 昨日ありまして、本当に皆さんね、おいでいただいた方々、ありがとうございました。無事ね、終わりました。長野市議会報告会、5月14日。で、その時ね、あの、いろんな質問をいただいた中で、小泉が、むムむムと思った質問がありました。で、それは何かっていうとね、 えー、ボランティアセンターの駐車場有料化しちゃったけどなんとかしようってそういうお話です。これ何かっていうとねあの長野市役所の駐車場がね有料になってお金いただくようになったんです。っていうのは、えー、第一庁舎芸術館建て替えてでそれに伴って駐車場も整備しましてね であのー、今まではね人がこうやって管理したんだけどもゲートでこう駐車券がミートと出てきて帰るときはそれ入れてじゃあ100円ちょうだいってそういうシステムにね自動化されちゃったんですよね。で2時間まではね無料なんですよ。2時間までは無料なんだけど2時間過ぎると100円200円ってかかってくる。 で、ボランティアセンターで仕事をする方はね、もちろんボランティアさん。で、長野市役所のね、芸術館の道さんで隣に、そのふれあい福祉センターっていうのがあって、その中にボランティアセンターっていうのがあるんです。で、そこに来て仕事をする。車止めた2時間過ぎた100円払わなきゃいけねえのかって、そこなんですよね。でね。 あのもちろんボランティアの方々っていうのは公益のためのお仕事をねしてくれているでしかも無償でやってくださっているでそれに対してある程度融通聞かせろよ <laughs> それは小泉だってねそう思いますよでね今こ,れこれその位置関係をちょっとねこれでわかるかなこんな風になってましてここがね新代舎お及び芸術館で ここがあの古い庁舎です。で、ここに第二庁舎があって、この辺駐車場ですよね、みってねこれ、ここ一番人気があってよく使われて。でここて、ここにもあって、ここにもあって、ここにもあるんだけど、ここにフレアフセンターってなる。で、この駐車場にちわずかなスペースしかないんだけど、ここに止めると2時間だったら金払いよって、そういうシステムになっちゃってるけどもどうだう、ボランティアはどうにかならないなっていう話でございます。 で、その質問を受けて、議会がね、なんて答えたかっていうと、あれ、そんな風になってんですかみたいな反応なんですよね。いや、俺の認識ではそんな風になってないはずだけど、まあ確認しますけどね、みたいなお話。で、あと、いや、そう、そうだとして、それね、行政に長野市役所に相談してみたんですかみたいな。え、そんなことありえないじゃないのっていうような、 反反応応が議員の反応でしたまあそれはそうなんですよ小泉だってその話聞いた時とんでもねえなって思ったけど小泉はねそうなっているってことは少なくとも認識はしていましたなぜかって言ったのデカデカ新聞書かれちゃったんですよこれ長野市民新聞ですけど、えー、と4月30日ですよねこれ一面トップですよこれ有料化で活動に影響無料時間の延長しに予防 口座短縮、メンバー交流、減少しちゃったよ。ボラ船利用。ボラセンタはボランティアセンターでございます。の利用が、駐車2時間の壁ができてしまったよ。っていう、こんなのでかでか書かれちゃって、これは小泉はね、あの、ちゃんと記憶してたけど、他の銀さんはね、読んでないのかなっていう感じでしたよね。で、ここを見るとね、なんかひどいことになっちゃってて、えっ、ー、と、有料化しちゃって でもねそこで活動して帰っちゃうとでそうするとね受付の奥に交流スペースってのあるんですってでそこでね今までたまり場になっててダベってねいろいろ情報交換できてたんだけどもう2時間あもうそろそろ行かなきゃってそそくさと帰っちゃうからそういう情報交換がなくなっちゃっただから活発化しなくなっちゃったっていうお話があるし。 今まで2時間かけて講座レクチャーやってたんだけどじゃあ1時間30分でね帰り終わりにしましょうとかなん,なんか活動が低調になっちゃうそんなお話なんですよね。でそういったどちらかというと好ましくない影響があるから長野市にボランティアセンター使うボランティアの身分の方々は。 2時間にとどまらなくてもいいんじゃないってそういう要望をなされているっていうお話です。当然だと思いますよね、小泉としてもね。でね、小泉は、あのー、今もね、忘れてませんけども、やっぱりこの有料化っていうお話が出てきた時ね、やっぱり懸念したんですよ。っていうのは、その、不恋福祉センターのこともそうだけど、あのー、お体がね、不自由な方。で、移動するのに、どうしてもね、 バスやそういう公共交通機関は使えなくて自分の改造自動車でなきゃ移動できないで改造自動車に乗りつけてこう車椅子出してねそこに乗り移っていかなきゃ移動手段がそれしかないんだっていう方々いらっしゃるわけですよそれ数は多くないと思いますよだけどそういう方いらっしゃるそういった社会参加にね制限がある移動に制限があるような方々まで 2時間過ぎたらじゃあお金取るんですかって。で芸術館にね公演あのなんかあの公演っていうのはあのー、なお芝居とか、えー、コンサートとか見に来たと2時間過ぎた。じゃあそういった死体不自由で改造自動車で来たような方々そんな方々までお金取るの聞いたんです。 いただきますというのが長野氏の答えでした。いや、ちょちょ、それ、それ、いただきますじゃなくて、もっとよく検討してくださいよ、そこね、大事ですよ、社会参加。バリアフリーの世の中でしょもう強く強く言ったんだけど、その後ね、いや、じゃあそれ、議員ね、言うこともっともだから、それちょっと、改めますよ、運用って。そういうお話、全く起きてないです。ただね、そのまんまになっちゃってると思いますね。んでね、あの、 議員がね、こういう新聞の、ね、情報程度ちゃんと、ね、把握してないっていうのも困っちゃったし、であのだけどね、本当に今回、長野市議会の報告会やった一つの成果はね、こ市民の、ね、質問だと思いますよね。市議会議員に、そんな風になってんのかって、そういう疑問を抱かせた、ナイスな質問、市民から頂い,いた。 次回はもうちょっと勉強しなきゃいけないなって小泉もその時考えました議会報告会議会と市民のコミュニケーションの場になった思わぬ効果があったということでは成功したかなって小泉一真は見ていますこれをね議会として成果に結びつけていく必要があるそのように考えます小泉もねきちんと発言してまいりたいと思います2